はいどうも、和樹です。ですね、今回はこちら、ニコンの Z マウント用のテレコンバーターをご紹介していこうかなと思います。今僕自身こちら70-200の、ね、F2.8 同士の望遠ズームレンズに 1.4 倍のテレコンがついている状態なんですけども、この 1.4 倍のテレコンをつけた状態とつけてない状態で画質にどれだけ違いがあるのかっていうのと、あとは僕自身こちらのセットで撮影した写真っていうのがいくつかありますので、まあそちらの作例みたいなものをいろいろとね、お見せしていこうかなと思います。なのでこちらのね、1.4 倍のテレコンご検討の方の少しでもね参考になればいいかなというふうに思います。でまずですね、こちらのテレコンバーターっていうのをね外していくとですね、こんな感じでねテレコンバーターっていうのがつくんですけども、まあこれをつけることで焦点距離を伸ばすことができる、なので被写体を大きく写すことができるというような代物になっております。でテレコンバーターは現在こちらの 1.4 倍テレコンと、あとは2倍のテレコンっていうのもあります。でただテレコンをつけてしまうと開放 F 値っていうのが上がってしまうので、この 1.4 倍のテレコンの場合は F2.8 のレンズを使った時に F4 になってしまうと、まあ、これ2倍のテレコンをつけると単純に F5.6 になるっていうところで、やっぱりですね少し暗くなってしまったりとかはするんですけども、まあ、ただですねこのコンパクトさで焦点距離を伸ばせるというところで、まあいろいろとね使いようはあるんじゃないかなと思います。でテレコンバーターのやっぱりね一番懸念されるところって画質だと思うんですけども、この辺に関してはこの Z になってからやっぱめちゃくちゃ向上してるなというふうに個人的には感じましたというところで、こちらのテレコンバーターが対応しているレンズっていうのをね、お話しさせていただくと、こちら70-200 の F2.8 っていうのはテレコンバーターに対応しております。 Z の100-400 であったりとか、 Z の 400mm F2.8 のね単焦点レンズであったりとか、あとは Z の 400mm の F4.5 のね単焦点レンズであったりとか、 600mm F4 の単焦点、あとは 800mm 6.3 の単焦点というところで、まあ今現状ですね6つのレンズに対応しているような状態になっているというところでございます。これは2倍のテレコンもおそらく対応しているとは思いますので、まあ、テレコンを、ね、使いたい方っていうのはこれらのレンズを使用する必要があるというところでございます。でこちらの、ね、レンズのスペックというか、まあ、外観を、ね、ちょっとお見せしていこうと思うんですけども、まあ、こんな感じでございます。まあ、非常にですね出っ張っているんですよね。でこっちがレンズ側になるんですけども、間違えてこの出っ張っている部分をボディに、ね、思いっきりねじ込んでしまうと、まあ、センサーを傷つけたりですね、 Z9 とかの場合はセンサーシールドを破壊してしまう可能性がありますので、まあ、ここに関しては非常に注意が必要ですね。一応ね付属しているキャップにはこういう風にね、こんなことは絶対にしないでくださいねみたいな感じの注意書きがあったりとかするというところでございます。こちらのレンズはこの、ね、防塵防滴仕様のレンズにつけていただければ、まあ、防塵防滴仕様をそのままね保った状態でおそらく使えるのではないかなと思います。今回ですねお貸し出しいただいてるんで、もうめちゃくちゃ雨の中ねこのテレコンを使ったりとかはしていないんですけども、おそらくある程度は耐えられるようになってるんじゃないかなというふうに個人的には感じていたりとかもします。であとはですね、こちらのテレコンバーターっていうのはレンズにフッ素コートっていうのがされておりまして、フッ素コートっていうのは汚れが非常に拭き取りやすいような加工になるんですけども、まあテレコンってねこんな感じの見た目なんで、やっぱり不意に手についてしまうっていうことがあって指紋が付着してしまう可能性が非常に高いんですけども、まあそういう時もですねしっかりとレンズペンとかで簡単に汚れを落とせるというところで、まあこの辺はねすごく扱いしやすいんじゃないかなと思いました。こちらのテレコンバーターっていうのは僕自身ねこれ今回この70-200で使っていたんですけども、最短撮影距離っていうのはつけてる状態とつけてない状態で変わらないので、結果的に焦点距離が伸びることによって最大撮影倍率っていうのが上がるんですよね。なのでこう被写体を通常よりも少し大きく見せることができるというところで、まあ、もちろん望遠をね伸ばして遠くのものを大きく写すっていうのもあるんですけども、最短での被写体の大きさっていうのもこのテレコンを使うと変えることができると。でまあねテレコンの紹介に関してはこんなところになるんですけども、ちょっとね画質の比較っていうのをね今回やっていこうと思います。 PC の画面を見ながらやっていきたいんですけども、はい、今ですね画面をちょっとねキャプチャーしているんですけども、こんな感じでございます。これどういう感じでね今写真を撮っているかっていうのを簡単にご説明させていただくと、どちらも開放で撮影しておりまして、一応ですね最短で撮影しております。で今ねこれウイスキーの箱になるんですけども、こんな感じで細かい文字が書いてありますので、まあ、そのちっちゃい文字を拡大して、まあ、どれだけですねこう解像感が違ってくるのかっていうのを見ていこうと思うんですけども、まずですねこちらのこう金色になっている文字の部分があると思うんですけども、こんな感じで、ね、ED っていう風に書いてあるんですけども、はい、いかがでしょうか。
まあね、先ほど申し上げた通り最大撮影倍率が変わっているので、最短でもその被写体の大きさっていうのは変わってくるというところで、まあこんな感じでちょっと大きさは違うんですけども、やっぱりですね、開放で撮影した時はやっぱりテレコンつけてない状態の方が綺麗に写ってるんではないかなというふうに個人的には感じていたりとかもしますが、いかがでしょうか。まあ、ただね、正直ここまで拡大しないとそこまでその画質のなんていうんですか、劣化みたいなものって気にならなかったりとかもするので、まあ非常に優秀なテレコンだなというふうに個人的には感じました。この1826っていうね、このまあ西暦なのかね、わからないですけども、この数字を見た時に F2.8 の方が輪郭がぼやけてないんじゃないかなっていうふうに感じますよね。箱の質感を見ていくと、やっぱりちょっとこうテレコンをつけてる状態の方が若干にじみというかぼやけみたいなものが正直確認できたりとかはするんですけども、まあここに関してもね、これだけ違いがないっていうことであれば、まあ、テレコンとしては非常に優秀なのではないかなと思います。 F マウントの時代のねテレコンってここまで画質が変わらないっていうことなかったので、めちゃくちゃいいですよね。であとはこちらがですね、F5.6 まで絞った状態で撮影した写真でございます。右側がテレコンつけてる状態で左側がつけてない状態になるんですけども、やっぱり絞り込むとですね、この F2.8 のね、何もついてない状態のレンズの方が、ね、やっぱり解像はしっかりとしてるのかなって気がしますね。この金色の文字を見てもしっかりとですね、凹凸感であったりとかメタリック感っていうのがやっぱりテレコンがついている状態よりもしっかりと再現されてるのではないかなと思います。あとはこの白地の部分見てもですね、やっぱりこうにじみがあるのはテレコンの部分にはなるんですけども、まあただですね、正直これぐらいだったら全然使えるかなと思います。でちょっと中央から離れていくとこんな感じですね、こうぼやけが始まってくるわけなんですけども、やっぱり中心の解像度っていうのはすごく良好なんですけど、周辺に行くと若干やっぱり落ちてくるのかなっていう気はしますよね。あとはねこんな感じ、はい、やっぱりね周辺に行くと若干あんまり綺麗ではないのかなっていう風に感じますね。この辺の並々の部分とかもそうですね、ちょっと解像感が落ちているのかなっていう風に感じます。この辺のね P の文字がないんですけども、まあ、この辺ですね、はい、絞ってはいるんですけども、 F4 から5.6 に絞っているのと F2.8 から5.6 までっていうところでね、この段数も違ったりとかはするんですけども、まあこれぐらいやっぱり画質の差っていうのは出てくるのかなというふうに思います。はい、こんな感じですね、ちょっとね海くんを撮影してみました。これもですね最短でどちらも撮影しておりまして、テレコンをつけてる方がやっぱり被写体は大きくなりますよね。でちょっとねピント部分っていうのを拡大していくと、よいしょ、はい、この毛並みの部分の描写っていうのがやっぱりこうねテレコンつけてる状態とつけてない状態で差が出てくるとは思いますので、見ていくとですね、やっぱり毛並みの細い線、なかなかね描写するのって難しかったりとかすると思うんですけども、やっぱり拡大した時にしっかりと線をね描写しているのは、テレコンをつけてないものなのかなっていう気がしますね。でただテレコンをつけた状態でもここまでしっかりと写ってるっていうところになりますので、まあ、個人的にはめちゃくちゃいいなっていう風に感じますね。ただこの2倍のテレコンをつけた時にどれだけ差があるのかっていうのも正直ね今回これ比較していて感じました。あの 1.4 倍の画質の劣化ってもう全然許容できるレベルのものになっているので、2倍でこれぐらいの画質の劣化っていうことはないとかもしれないですけども、まあおそらくかなり抑制されているとは思うんで、それがね、かなり綺麗になれば2倍のテレコンの方がね焦点距離としてはあの稼げたりとかもするので、めちゃくちゃいいですよね。はい、ちょっと引きの絵で見るとね、あの明るさとか若干違ったりとかはするんですけども、まあ一応ですね、ブレてないような感じで撮影はしているので、画質の比較っていうところで、まあ、ご参考いただければいいかなというふうに思います。はい。で、ここからはですね、ちょっと僕自身が撮影した写真っていうのをざっとお見せしていきたいんですけども、まずこちらですね。はい。こちらはですね、横浜のね、大桟橋で撮影した写真になるんですけども、まあ普通に綺麗ですよね。はい。甲板部分の拡大してもしっかりとね、質感とかもありますし、あとはこれ若干逆光で撮影しているんですけども、まあしっかりとね、ディティールも担保されてるんじゃないかなと思います。続いてがですね、こちら、はい、江ノ島周辺で撮影した写真でございます。いかがでしょうか。これはですね、まあこんな感じ、はい、いかがでしょうか。
まあ、これ霞がかってしまっているのはもう単純にこの日すごい風が吹いていて、ちょっとねもうそもそも空が曇っていたんですよ。波の部分とか見ていただいてもかなりですねしっかりと改造していますし、あとは色の再現性っていうのも悪くないのかなと思います。こちらはい、同じ場所で撮影したんですけども、これ波を流し撮りしたような写真でございます。これスローシャッターで撮影しているんですけども、これはね別に描写云々っていう話は正直あんまりなかったりとかするんですけど、まあ、200mm で撮影するのか 280mm で撮影するのかっていうところで、こういう写真に関しては 280mm ですよね。要は望遠、ちょっと望遠で撮影した方が絵になったりとかするっていうところで、これはねすごい使いやすかったです。で流し撮りもねこんな感じでバッチリできるというところで、あとはこんな感じでもね撮影しました。波がこうやって押し寄せて引いていくと思うんですけど、その押し寄せる瞬間の動きに合わせてレンズを振ると、まあ、こんな感じで撮影することができるというところでございます。まあ、気になる方はねぜひ試していただければと思うんですけども、で続いてはこんな感じ。ここにですね人がいたんで、そこにピントを合わせて撮影してみました。いかがでしょうか。この霞んでいるのは先ほど申し上げた通りね、天候によるものになるので別にレンズによるものではないです。でフリアとかゴーストが発生して白くなっているわけでもないっていうところになりますので、ちょっと紛らわしい写真ではあるんですけども、まあこんな感じです。で続いてはこちらですね。ちょっとねこれ花が咲いていたんでそれをね撮影してみました。いかがでしょうか。まあかなり、ね、陰影もしっかりと再現できてますし、色のりっていうのもそんなにね全然破綻なく薄くなっているわけでもないので、めちゃくちゃ綺麗だなと思います。拡大してもね普通に綺麗に写ってるんで、さすがだなというふうに思いました。で続いてはこちらですね。こちらも海沿いで撮影したんですけども、まあ、砂浜にいる男女2人っていうのがね楽しそうに遊んでたんで、それをちょっとシルエットにして撮影してみました。こう左の上からね光がパーンと差し込んでいるんですけども、まあフレアゴーストはねこの時は発生していないんですよね。でプラスアルファでこの人のシルエットっていうのもしっかりとこうくっきりね映っているというところで、描写に関しては全く問題ないですね。であとはこちら上高地に行った時にね撮影したんですけども、お猿さんの写真でございます。僕がね今回行った時めちゃくちゃお猿さんがね下に降りてきてねいろんなものを食べてたんですけども、小猿とか、まあ、親猿とかいっぱいいたんですよ。でその時にやっぱり望遠レンズがあるとねすごく楽しいなっていう風に感じました。あの Z9 だったんで普通にね猿の瞳にもオートフォーカス行きますし、あとはその動体撮影の AF を使ったとしても、猿ぐらいであれば全然テレコンを使ってもそのオートフォーカスが遅くなるみたいなことは僕はあまり感じなかったです。でプラスアルファでこんな感じで画質っていうのも非常に綺麗なので使いやすいですよね。あとはこんな感じですね。なんかねつぼみをめちゃくちゃむしってたんですけども、もう花とか咲かなくなっちゃうじゃんっていう風にね正直思っていたりとかするんですけども、まあ、こんな感じでね逆さになっていたお猿さんとかもいたんですけども、しっかりとねオートフォーカスもあって、しっかりとこう色もね綺麗に出てるというところでございます。あとはこれ親子の猿ですね。ちょっと後ろからね撮影してみたりとかもしました。であとはですねこちらはルリビタキかな、上高地にねルリビタキさんがいたんですけども、ちょっとねそれをテレコン使って撮影してみました。これはですねちょっとねあのクロップをしているんですけども、はいこんな感じ。もうちょっとねやっぱり望遠っていうのが小鳥を撮影するんだったら必要かなっていう風にね改めて感じたっていうところなんですけども、さらに拡大するとこんな感じ。まあ拡大しても割とこう綺麗に見えてるんじゃないかなっていう風には思います。こんな感じでね水浴びをしていたんですけども、めちゃくちゃ気持ちよさそうでした。まあ、これを思いっきりねレンズの素の状態ででかく写すってなると、おそらく最低500は必要なんじゃないかなっていう風に撮影していて感じました。まああわよくば600あれば画面全域でこう鳥さんがいっぱいに写るような写真が撮れるんじゃないかなっていうに感じるような距離感でしたね。まあやっぱり小鳥とかって警戒してるんで、これ以上前に行くと逃げられちゃうなっていうのがなんとなくこう様子を見ているとわかるんですよね。チラチラこっちを気にしながらもこう自分がやりたいことっていうのをやっていて、で多分それ以上踏み込んでしまうとどっかに行ってしまうっていうところで、この辺の駆け引きがね面白かったりとかはするんですけども、なかなかですね近寄りづらいなっていう風にやっぱり感じました。で続いてはねこちら、これも上高地で撮影したんですけども、ちょっとねモノクロにしております。下にねカラマツがバーっとねあると思うんですけども、これテレコン使ってこの画質ですからね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。で上の方にですね太陽光があるんですけども、まあ、逆光耐性もそんなに悪くはないんじゃないかなっていう風に感じますね。このカラマツのこの木のディティールっていうのを見ても全然ぼやっとしたような感じはなかったりとかもするので、テレコン使ってこれだけ改造した絵が撮れるっていうのは個人的にはめちゃくちゃいいなっていう風に感じましたね。はい、キジバトっていうのかな、キジバトにねちょっとピント合わせて撮影しました。これはねもうキジバトはすごい人慣れしちゃってるんで、めちゃくちゃ近づけたんでねもう思いっきりグッと寄ったんですけども、まあこんな感じで撮影することができましたというところでございます。まあ、キジバトにもですねしっかりと瞳 AF っていうのは反応していたので、すごくね撮影はしやすかったです。でキジバトってこうやって見ると結構羽の部分とかグラデーションがあって綺麗だったりとかしますよね。
はい、今ですねざっとね僕自身この望遠レンズを使って撮影した写真っていうのをお見せしましたがいかがでしたでしょうか。まあ、もちろんこのもともとね70-200っていう望遠レンズの画質ってまあやっぱりすごいものがありますので、まあそれにテレコンバーターをつけて画質が劣化したとしてもやっぱりそこまで大きな破綻にはならないのかなっていうふうに今回感じました。なので元のレンズの画質が相まってあの画質になっている可能性もあったりとかはするんで、まあ、100-400とかで使ったらまたもしかしたらね違った結果になるかもしれないですけども、この70-200で使う分には全然実用の範囲内なのではないかなというふうに思いました。でただ僕自身はちょっとね鳥とかに遭遇した時にはやっぱ 1.4 倍よりは2倍のテレコンの方がいいのかななんていうふうに正直ねこのやっぱり被写体がちっちゃかったんで感じてしまったっていうところもありますので、まあこの辺に関してはですねっていうふうには感じますよね。 F 値がやっぱりガンと上がってしまうっていうところでシャッタースピードが稼げなくなってきたりとかもするんで、まあでも2倍のテレコンでこれぐらいの画質の劣化で抑えることができるのであればそれはめちゃくちゃまたね使ってみたいなっていう風には感じますし、 1.4 倍のテレコンに関してはもう全然ですね画質の劣化みたいなものは僕は気にしなくていいんじゃないかなっていう風に正直使っていて感じました。まあそれだけあまりですね画質に影響を及ばさないようなしっかりとしたテレコンになっているのでやっぱりね非常におすすめですね。うん、今ね在庫がどうなっているのかっていうのはわからないですけども、僕がこのね望遠ズームレンズを買った時はテレコンがね全く買えない状態でちょっと買おうかなとも迷っていたんですけども、まあ一切買ってなかったというところで今回ねお貸し出しいただいたっていうところで使うことができてめちゃくちゃね良かったなと思います。まあ、テレコンってやっぱりちょっと使いたいっていう風に思うことってあると思うんですけども、ただその懸念する部分って画質じゃないですか。どれだけ画質が悪化するのかっていうのがやっぱり使ってみないとわからなかったりとかもするっていうところがありますので、まあ、僕自身今回使った限りは F マウントのテレコンよりは大幅に画質は向上してますし、これぐらいの画質劣化のレベルであれば全然使えるなというふうに感じたというところでございます。まあ、ぜひですねテレコンバーター気になっているという方はチェックしていただければと思います。僕自身、ね、2倍のテレコンに関しては画質がどうかっていうのはこのね動画で申し上げることはできないので、まあ、そこはまた検証が必要にはなるんですけども、まあ、ぜひですねテレコンバーターをねちょっと使って焦点距離を伸ばしてみたいっていう風にご検討されている方なんかこの 1.4 倍のテレコンっていうのも非常に良いのではないかなという風に思います。はい、今回はねこんな感じで動画終わりたいと思います。それではバイバイ。